え、やります今。へえ、皆さんちょっと待ってくださいよ。ね、そうなの？似てる。似てるっていうのなしで。あ、ごめんなさい。似てるっていうのない。オリジナルですからね。あ、そうですね。そうです。オリジナル。すいません。以上をもちまして、どうも。ちょっと待ってくださいよ。ちょ待ってよ、ちょ待ってよっていうとか、それが初めで森久保さんの真似っていうのが俺らの間に流行ったのね。そしたら本物の耳に入っちゃって、そしたらボーリング番組かなんか、忘年会かなんかに出た時の中村が、森久保さんがね、中村くんは、業界でも珍しく、僕の真似をするらしいじゃないですかって。ちょっとトゲのある言い方ですっげえ怖かったんだよ、森久保さん。ね、そしたら中村が無茶ぶりされて、ちょ待ってよってやってたんだけどね。後で俺に、いや、ちょっと目が笑ってなかったんだよなってね。私がチャオチャオです。はい、このコーナーではリスナーさんの人生に多大な影響を与えた、またはあまりにインパクトが強くて未だに記憶に残っている、そんなアニメ、漫画、ゲームのセリフを募集しています。おう、中村じゃないか。よすぎ。あれ、僕が二人いるよ。ちょっと待ってよ。森久保さんはおもちゃにするのはやめろ。お前急になんだよ。急になんか保身に走ってるな。おい、おいお前。俺はまだ知りたくない。なんだそれ。どういうことだよ。知られているんだ。知られてるの？誰に知られて森久保さんやってんだよ。ここでは日常の中で絶望的な状況に陥った時、バズルを見出せるかどうか、それを僕に聞いてもらうコーナーです。はい、絶望的な状況はこういう真似をしてると本物に質問された時、質問されたの、なんか真似するらしいじゃん。この間のイベントもね、よくやってたんだ。中村最近やってんの？いや、やってないですね、真似とか。今やりましたよね。今やったけど。今やったけど。主義とかがやるからですね、家事とか桜井も真似し始めてよ。俺、自分でどうやってたか分かんなくなってきた。はい、つい先日のことです。バイト終わり、秘書官丸出しで、うつむきながら地下鉄のホームを歩いていると、ふと、いい香りが。顔を上げてみると、黒髪清楚系女子高生が、髪をなびかせながら私の前を殺そうと歩いているではありませんか。神様ありがとう。と、少し顔がにやけそうになりながらも私は、エロ漫画の主人公だったら、こういう時にハプニングが起こって、ふふふ、ムフフな物語、始まるんだろうにゃと、真顔でクズな妄想をしていました。そうすると、なんと、その女子高生、盛大にずっこけました。水色のパンティ丸見え。私はついに神通力という世界を揺るがすとてつもない力を身につけてしまったと一瞬固まってしまいました。があまりにも盛大に転んだため、大丈夫ですかと一言声をかけました。すると女子高生、たまたまかもしれませんが、起き上がり私と顔が目が合うと盛大に大きなため息を一つつき、何事もなかったように歩き始め、どこかに行ってしまいました。神通力などなかった。ちなみに私のマグナムはとても前向きでした。はい、そうなんです。というわけで今回はゲストの方がいらっしゃってくださってるんですけども、大丈夫？はい、そうなんですか。ゲストの方が森久保さんのモノマネされる役者さん大体、うん、なんかパーンって言いますけど、うん、僕はあの森久保さんがレコーディングした後ちょっと疲れた時の、うん、森久保さんの、それ超聞きたいですけど。いきますよ、いきますよ。皆さんこんばんは、森久保祥太郎でーす。なんで自分で吹いちゃうんだよ。自分でこのチームやりたいなと。どうしたんだよ。続けてくださいよ。じゃあ俺森久保祥太郎ですって言ったら、はい、森久保祥太郎です。わかりました。じゃあ杉田さんのに続いて今。はい、皆さんこんにちは、森久保祥太郎です。皆さんこんにちは、森久保祥太郎でーす。ライドで、すごい冒頭のコントでやってほしいって言われたのが、はい、プリキュアの映画を、はい、森久保さんと津田健さんが見に行く。超見て、そう、超見たいですけど。でもお互いがどうやって呼んでるか知らないのよ。あ、津田さんの方が多分年上なんだけどね。例えば、津田さん、あの、これで、あの、プリキュアを応援しましょう。森久保くん。森久保
頑張れ。今回は杉田智和先生です。先生、はい、よろしくお願いします。あ、今日はご機嫌がよろしいようで。前回と違う人だ。はい、どうも。今回のお悩みはですね、ひよこネームひよこさんからいただきました。短い名前ですよ。はい、よろしいですか。今回のお悩みは、私はなぜかうどんがすすれません。そうなの？どうやったらすすれるのでしょうか。ちょっと待ってくださいよ。うどんが食べられない。そんな悲しいじゃないですか。そんなの音を立てずに食べるんじゃなくて、これは音を立てるのが本来のマナーなんです。これをどうすればよいのですか。逆に聞いちゃった。森久保先生は大きな声で食い返すだけなんですけども、一向に解決しないですね。あのですね、こちらの森久保先生はどうですか。しょうだな。まず蕎麦が好き。お手本が真似の真似だったりするんですよ、やっぱり。僕の森久保さんの真似って中村くんのやる真似の真似なんで。基本何重にもちょっと誇張されてる。その杉田くんの森久保くんの真似をする人もいるからね。いるんですよ。そうそう、いる。若い子が。結局森久保くんって何なんだろう、うん、そしたら当のオリジナルがこう、あれ俺そんなんだっけ。俺どうやって喋ってたって聞かれたことがあって、あ、相当だなって思う。もうね、モノマネに寄せたよって言われた。お前たちは一回俺が真似してから真似しなさいって言われた。テストからね、まあ、某ってアニメの時に、こう、カジとか俺がこう、先に声当ててたら、オリジナル、オリコさんが、俺やってから真似しろって言われて。まあ、もういい人すぎて。うん。惑わされちゃうからさ、って言われて。惑わされるなよ、本人が、うん。やってはいいんだって。そこはもう許可しちゃってるから。うん、いい人だ。なんてあんな優しいんだろうなって、ね。うん。改めまして、こんばんは、梶幸です。そしてゲストは、森久保祥太郎さんです。皆さん。どうもこんにちは。ビームスの森久保祥太郎です。あ、どうもありがとうございます。違う。いや、ごめんごめん。いや、本当に似てるんだ。その前に誰かのね、ご紹介ですけども、同じ事務所、ビームスの後輩でもあります、はい、八代拓君です。モノマネが僕ね、地球一似てると思う。そんな、マジで。そんなことないです。森久保さんより森久保さんだもん。まずその森久保さんが大先輩ですし、はい、かつその森久保さんのモノマネの大先輩もたくさんいらっしゃるじゃないですか。まあまあね。ね、うん。だからやっぱもう全然自分は。やってる人はいっぱいいるけど、ね、まあ、少なくとも僕の中では一番似てると思う。めっちゃ嬉しいです。いや、本当に。あのね、役のセリフとか、はい、いわゆる森久保さんの真似ってこうだっていう、あれじゃない、そのなんか、なんか、みたいな、あの、なんていう、ヤギみたいなのあるじゃん。ヤギみたいな。はい、森久保さん、カモン。ええへへ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 。ああ、紹介しましたね、放送を。いやいや、みんな。ねえ、じゃんけんのイーブン、モリムショントのシュー。最高ですね。そうなんすか。シュ、準備 OK。えっ、ひどいな。いいですか。じゃあ、合わせていきますよ。シュ。最初はグー、じゃんけんぽい。シュ、おぉ。モリムさん負けてるじゃないですか。俺が負けてるじゃないですか。俺が紹介よろしいよ。嬉しい。調整は調整はヤギとか羊とか羊で調整する。もうコメントでバッチリもうバレちゃってますけど。わかんないわかんないわかんない。わかんないですよ。かきくぼさんって呼ばれてるんですね。かきくぼ。ええええ。チャーハン。ゲームシスマルね、種目はトリックスター。学年は2年生です。ね、バスケ部。ね、血液型は O 型、俺 B 型。ね、通過で6月22日、小野優と同じ誕生日。通過で身長170センチ。俺よりちょっとでかいね。ね、体重も56キロ。俺よりちょっと軽いね。ね、お、これ、俺と本当に合うところがある一つ。どうですか？大好きなもの、お金。いや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 。もう、かきくぼさんもかきくぼさんはお金が好きです。森久保さんもだかわかんない。そう、かきくぼさんだかわかんない。かきくぼさんはお金が大好きでしょう。通話がね、あの、たまに大吉の散歩。ね、ヒップホップダンス。ね、あとは、自分もライブやってるんで、あ、そうですね、ぜひネットでね、森久保祥太郎で検索してください。かきくぼですよ。かきくぼですよ。Twitter フォローしてくれ。ね、はい。はい、行きましたよ、では。財布がない。ちょっとお嬢さん。はい。いや、これ落としたみたいなんだけど。はい。うん。いや、なんかね、
さっき、すれ違った時に、ちょっと、まあ、あなたが落とした財布みたいな感じだったと思うんだ。もしかして、森久保さんですか？俺は森久保じゃねえ。松岡だ。拾ってくださったんですか？いや、だから本当になんか、こう、なんか不審者に間違われられないようにはどうすればいいのかなって思ってさ、だからちょっと、これ、すいません、受け取ってください。受け取ってくださいよ。やっぱり森久保さんですよね。受け取ってくださいよ。はい、ありがとうございました。不審者だよね。松岡くん、頑張ったよ。終わったけど、いや、森久保さんイコール不審者ってわけじゃないよ。みんな勘違いしないでよ。誰かスタートって言って。はい、じゃあ出す。じゃあ行きましょう。癖が強い。3、2、1。ダンマチオラリオラプソディア、通称ダンラプでもハロウィンイベントが開催。どこだ。10月12日よりハロウィンイベントやガチャを開催。運動会の次はハロウィンでも大騒ぎ。思い思いの仮装衣装に着替えたマイファミリアやおなじみのキャラの物語をお見逃しなく。あ、いいっすね。これカメラはどこかしら。こっち。そしてダンラプは11月21日。もうすぐ1周年を迎えます。現在1周年のお楽しみ企画を絶賛準備中。記念イベントやオリジナルプレゼント抽選会も1周年。最初の企画開催は10月中旬頃を予定しています。さらに盛り上がるダンラップをお楽しみに。どうですか？ありがとうございます。いやー、よかったですよ。森久保さん入れや。ほら、早く来いよ。早くしろって。ちょっと待ってくださいよ。話してくださいよ。僕が何をしたと言うんですか。ああ、うまいか。名前言わないな。覚えてないじゃん。ペルスナ使いなんだろう。食べてるやばい。なんでわかるんですか。ああ、うちにも一人いる。あれ、こっちにもバレてる。嘘でしょ。お前がさ、そのピルスナのなんだっけ。ガブじゃなく。もしかしてガルですか。あ、それだ。それ使ってお前いろんな悪さしてるじゃねえか。お前そんなことしてるんですか、あいつ。おい、なんとか言ったらどうなんだよ。そんなこと言ったって濡れ衣ですよ。僕がなんで風の力を使ってどんな悪さをしたって言うんですか。決まってんだろお前。え、お前さ、ガルダインみたいなバーってやって女子生徒の服を吹っ飛ばしてんだろ。なんでそんなことしたんだ。だから僕じゃないですって。風以外にもですね、女子生徒の服を吹っ飛ばすやり方いくらでもあるんですよ。なんで僕を疑うんですか。それはお前がスケベだから。こいつスケベなんですか。そんな顔してるわ、本当に。足立さん、あなただけものすごくモノマネのクオリティが低いんで、あまり喋らないでもらえますか。ガルダインもちろん打ちますけど、光の白人です。おい、帰れ。あとお前、名前なんだっけ。てって、はい、正解は堂島さんと足立に取り調べを受けている花村陽介。ああ、なんとなくそうだと思ったわ。僕もまあこんな難しいお題でやりきりましたね。本当に足立の真似なんかしたことねえ。この番組はアトラス、アミューズメントメディア総合学院、アークシステムワークス株式会社の提供でお送りします。